はい、皆さんどうも、ミスタローです。スーパー稼ぎホルダーの実況プレイやっていきましょう。どこで止めましたっけ？カルコッツグランプリ。よし、じゃあ大会行くところか。裏で化石リバイブしてきましたけど、まあ、新しいやつが増えただけで、現状手持ちにはあんまりない、変わりはないかな？ちょっと知らないのが何体か出たぐらいかな。あとはなんだっけ、ウサギクラブとかいうのがあったんですよ。あの依頼でウサギクラブにいる人にあの糞を渡そうとなって、どこにあるんだろうと思ったら、これね、画面にはなかったんだけど、ここにね、実は入り口があって、ウサギクラブとかいうのがありました。ここ行くと、クリーニングなんか、チャレンジなのかな、クリーニングチャレンジみたいなのができるみたいです。で、ある程度その第何問だんだん難しくなってってクリアしていくことによって報酬がもらえるみたいな感じですね。ではカルコッツグランプリの続きやっていきましょう。次誰だったっけ。ちょっとね、なんか家帰ってから喉の調子があまりよろしくないので、もしかしたらちょっと お聞き苦しいかもしれませんが、ご了承くださ。どうした、カメラ入ってるぞ。普通のお姉さんか、いつものお姉さん、量産型お姉さんですね。やっほー、君が対戦相手ね。足細っ。骨骨弾をやっつけてくれたの君よね。まったく骨骨弾のせい、トロピカル13の目なし、化石はおほる時間もなかったわ。あ、囚われてた人の一人か。私が勝ったらトロピカル13おごってよね。勝たなくてもおごります。さて、風は炎で統一した方がいいから、トリケラ下げて、ペロロンさん、これでいきましょう。すげえな、カマラン、ん？え、全部カマランじゃん。なんで色違うの？能力も違うよね。どういうこと？スーパー化石。え、カマランなんで色違うの？同じだ。でも威力が違う。え、どういうこと？なんか謎がありますね。あ、そうだ。レア化石が確かね、なんか出た気がする。あ、ここにはいないのか。手持ちにはいないのか。レア化石は、普通に、リバイブした時に、プラスで25点入るのかな、確か。25点だか20点か忘れちゃったんですけど。だから、マックス125点になりそうです。遅い。待って、前のやつディフェンス40上がってるでしょ。ってことはこれ後ろから倒さないといけないから。あ、そう、溜めるぜ、覚えましたね。で、まあ、作戦は今まで通り、まず2体ずつ行きましょうっていう。2体倒して1体だけにしましょうっていうことにしましょう。ペロホーン。ペロロンコンボ59。あ、回転させてもいいんだよね。ペロロンコンボ。突き上げ。20全然効かねえ。どういうこと？あ、50か。2回回転か。エリア回転。あ、でもどこ行ってもこいつらあるか、味方の防御力を上げるのか。防御重視っていうあれですね、フォーメーションか。ライフポイントオート回復。そんなのがあんの？カマラスタンプ。8！ 攻撃力は大したことないですね。なので、そうですね、144もこっち回復するから。多分ね、後ろのこいつが、ん？どれが強い？一番。前に来ると防御力アップ、それはわかるんだけど、9。あ、40% アップか。じゃあ大したことねえじゃん。こいつが一番硬いんだったら、周りやばいのから行きましょう。ペロロンコンボ使えるのもいいよね。でもやっぱ硬い。弱点ついてんのに全然効かねえ。よしよしよし。あ、回転してた。あ、これいいね。こういう回転の仕方だと後ろに下がってるのが1点しかいかないから。カマラスタンプ。うわぁ、KP プラスが。あ、KP プラスなくなるのはまずいぞ。耐えて。35。耐えたね、オッケーオッケー。よしよし。で、そうしたら、144。カマラン。もう一旦かかるよね。そしたら、ここで無理に倒さないで、
スーパーハッスルってなんだし。ペロホーン。えい。オッケーオッケー。これでターンエンド。で、次2体倒しましょう。いいな、ライフポイントオート回復。でも1割かな。これでうちの子がやられてしまうけども、その分、KP になって、貢献してくれるでしょう。ぐわっ。さて、これさ、できればディメテオで全員倒せるかな。全員じゃない、2人目倒せっかな、倒せっかな。ジュファッ。ああ残念。じゃあそしたらペロホーン。えい。これで全体になんかおかしい攻撃が飛んでこなきゃ大丈夫でしょ。7カマラバスターシップアタック。ギャー。ん、大丈夫。140で144 12、何パーセント回復してる。まあディメファングか。で、後ろの誰もいなかったから防御力もアップはなくなる。ペロロンさんやっぱ攻撃力高いよね。ペロロンコーン、まあ威力高いの使ってるからね。80で、えい。2ヒットするから始めがちょっと弱いんだね。20、30みたいな感じのくらい方をしてるから。今のところさ、なんだっけ、ホラフキンさんに苦戦したけど、そこまでそうでもないね。人属性に固まってくれてると逆に助かるんだけど。じゃあ一緒にトロピカルジュース飲みに行きましょうか。強いのね、私も遊んで、怠けてのこと結構強いのよ。またどっかだったらバトルしてね。ちょっと給水を多めにしましょう。俺ミサルなら優勝できるんじゃないかと思うぜ。何回戦まであるのかな。ハロー。骨骨団戦っている化石岩を掘る時間があまりなかったってのに、見事に第4回戦も突破。いい、さすがだぜ、見つろう。これは第4回戦突破の商品で受け取ってくれ。不思議な化石岩だ。なんだ不思議リバイバーをパワーアップさせる不思議な化石。なんだそりゃ。早速掘り行こうぜ。130、マックスが360。うん。そんな化石もあんのか。ミサロとその親友の覚えにはないけどな。骨骨団から女の子たちを助け出したお前たちも大活躍。その話をご覧したらぜひ会いたいって言い出したのさ。ああ、なるほど。これで上行けるようになったのか。アウトドアジョー。ジョーが俺たちに会いたいって言ってるのか。その通りだぜ。忙しいとこ悪いが、これからオーナーの部屋に向かってくれないか。もちろんだよ。ミサロ。ホリターステーションの一番奥にあるエレベーター。そいつを使えばオーナールームまで一瞬だぜ。これね、裏で行こうとしたらね、ダメで、なんかいい功績を認められれば入れるようになるんじゃないのみたいな感じのこと言われてたんですよ。まあ、それがどうやら女の子を助け出すってことですね。もしかしたら俺たちのことを思い出してくれたのかもしれないぞ。こうしたらいらないの見つかる。早くジョーに会いに行こう。ホイターステーションの一番奥にあるエレベーターだったな。まあ、単純にお礼を言いたいっていうだけで、別に誰がやったかまでは知らないんじゃないかな。ああ、大変。まずはこちらです。あ、そう、ドリルパワーアップさせました。不思議な化石岩を持ってるですね。不思議な化石岩のクリーニング成功したら、シルバー化石を使う。リバイバーを。シルバー化石なんですよ。すごいことが起こるんでしょ。シルバー化石1回しか使えない。へぇー。クリーニングがまだ終わってない。それどういうタイミングで終わるんだろう。自分でクリーニング。まあ終わってなくていいんだけど。なんかあれですね。卑猥な形してますね。なんだこれ。待って、削られ方がおかしい。へぇ。じゃあさっきのあれもそんな感じだったのかな。なんだっけ、ニクトンじゃねえや。ニクトンはうちのあれだ。削り方半端ねえな。もう削りがすごい早いから助かるんだけど、その分あれかな、壊れるのも早いってことなのかな。そうだね、ずいぶん早かったもんね。86しかいかなかった。シルバー化石頭になんか行くってこと？スーパー化石を、スーパー化石ってあれか、なんか出てたやつか。スーパー化石ボーナス。ここね、それか。じゃあ、リミに行っちゃおうぜ。チャージしましょう。なるほど、スーパー化石ってそういうことか。つけてたもんね。スーパーオールバーイ。あ、色変わった。そういうことか。だからあいつ色変わってたのか。
へえ、青トカゲになっちゃった。HP、まあそんなに上がってないか。スーパー化石。もうちょっといいのをつけておけばよかったな。新たな力を得た。LP が17、64上がった。KP90。ここら辺は変わんないか。単純に能力アップと色が変わるって感じか。まあシルバー化石があるってことはゴールド化石もあるってことなんでしょうけど。何するでし？能力の底上げができたということですね。じゃああれか、次の、多分これで次の町行けると思うんですよ。そんで、あの例の3兄弟のうちの1人が多分見つけられるとか、そういうあれじゃないかな。もしかしてあなたたちもジョーに言われたの？あなたたちもってそれじゃあポリモなのか？おい、見たらポリモ呼ばれてるってことは残念ながら昔話じゃなさそうだぞ。がっくし。大して何落ち込んでるのよ。ほらほら、さっさと行くわよ。なんだっけ、さ、前回、L？ なんちゃらかんちゃらみたいな感じの人だったんですけど、その前はね、なんかなんだっけな、補正なんちゃらかんちゃら、補正化石フリーノみたいな、なんかそんな感じの名前でしたね。LML じゃなかったです。忙しいとこ、つまり、よく来てくれたね。こういう人って大体始めそうと向いてるよね。私がこのカルコッツ化石パークのアウトドア長だ。君たち3人の活躍はテリーから聞いてるよ。骨骨骨団に囚われた女の子たちを救い出してくれたそうだね。おかげでこうやってカルコッツグランプリを続けられている。私からもお礼を言うよ。ありがとう。そんなお礼なんていいです。美少女ホリダーとして当然のことをしたまでです。本当は何もしないくせに。あんた黙ってなさいよ。君たちは悪に負けない強い心を持っているホリダーなんだと私は知った。だからこそ私は君たちをスカウトしたい。高いですよ、カルコッツパトロール隊に。駒使い。これからも骨骨団の悪事は続くことだろう。そこで君たちには様々な場所で目を光らせてほしい。そして何かあったら各島のスタッフリーダーやこの私に知らせてほしい。一応大会の参加者なんだけどな。それがカルコッツパトロール隊の仕事だ。もちろんミサロ君とプリン君はグランプリを続けながらで結構。ホリダーたちの夢であるグランプリを大成功させるため君たちに協力してもらいたい。まあ、トッチがじゃあすげえ頑張るってことか。そういうことなら、もちろんオーケーさ、骨骨団の好きにさせないぞ。でもこいつ払いたくなるからな。私も引き受けるわ。なんだか面白そうだしね。トッチ君、ポリン君、ありがとう。ミサロ君、君はどうだい？カルコッツパトロール隊引き受けてくれるかな？報酬次第。おい、ジョーの頼みだぞ。引き受けるよな。いや、ジョーって俺、そのジョーとの歴史は深くないからな。ああ、もうループした。だよな。俺たち2年前の恩返しもしたかったし。2年前もう忘れてますね。恩返し、それはどういう意味かな？どういう意味かって、じゃあ俺たちのこと覚えてないの？ほら、2年前、はぐれアロサウルスに襲われているのを助けてくれたじゃないか。ダメだ、じゃあ俺たちのことすっかり忘れちゃってるみたいだよ。すまない、ちょっと思い出せないな。そっか、残念だな。じゃあ、カルコッツパトロール隊ここに結成する。頼りにしてるよ、ミサロ君、トッチ君、ポリン君。でもなんかこの忘れてるところも秘密あったりするかな？気のせいかな？考えすぎかな？女の子ホリダー表に作成失敗に終わったそうであるな。お前には強力な骨バーを与えたのである。それなのに情けなくもホリダー一人に負けるなんて、スカリオ若輩はがっかりなのである。申し訳ございません、ドクロン様。しかしこれは僕様の実力ではありません。あの時はたまたまヘアスタイルが決まってなくて本来の力を発揮できなかったんです。ヘアスタイル大事だな。うわぁ、言い訳はそれが一緒くんだな、スカリオ。屈強な男みたいなやつが出てきてましたね。屈強ではなかったな。ボン貴様、ドクロン様、次俺に任せてくれ。俺様の作戦完璧だ。グランプリどころじゃなくなるぜ。ほんねんね、分かったのである。ほにほに幹部が一人ボーンよ、お前に命令するのである。グランプリを小さくてホルターたちをこの島から追い出すのである。声が定まっていないです。カルコッツパトロールってなんだかワクワクするわ。美少女ホルターポニンちゃんの力の見せ所ね。ピピピピ、もう次の試合始まる。第4回戦、すべての試合が終了しました。これより新たな発掘場、温泉マウンテンが開放となります。国家の法然島ですね。お隣の島、法然島にあります。ヘリポートのシャトルヘリをご利用ください。カルコツ化石パークの最後の島、法然島ね。パトロール隊を引き受けたからって、グランプリおろそかにはできないわ。じゃあね。じゃあ覚えてくれなかったよな。俺たちにとってあんなに強烈で、しかも大切な思い出だったのに。いやいや、落ち込んでたって仕方ないぞ。見たらこうなったらグランプリにパトロール隊にと大活躍してやるよ。お前グランプリないだろ、もう。そう考えたら弦が出てきたと、早速放念島のパトロールだ。よし、行くぞ。はーい。
あ、マナビーノだっけ、ホセマナビーノとかそんな名前だった気がする。エル・マナビーノさん、最後の人は何マナビーノさんなんでしょうか。もしかしたらマナビーノじゃないかもしれません。よし、行くぞ。寒そうというか少ない。温泉マンティホーネンタン、あ、また男、あ、女にならない。スタッフ、ホーネンタウン、なんだろう、マンモスとかいんのかな。温泉マウンテン、化石切ると全部ちっちゃな、ホリダーステーション。ホーネントへようこそ。ここは見ての通り、見ての通り、雪と氷の割れた寒い島です。風邪ひかないので気をつけてくださいね。あ、でも礼儀正しいね。あれ、もしかして君、ミサロ君？テリーやステラから話は聞いてます。僕はケント、ホーネントのスタッフリーダーです。よろしく、何があればすぐに相談してください。いい人そうでよかった。ホーネントタウンの案内がまだ途中でしたね。中央にございますのがホリダーステーション。そして左手にございますのが、落ちそうですね。重力無視してません、あれ。ホーネントの発掘場では、ゴミガード？なんだそりゃ。温泉マウンテンはこちらの端から行くことができます。で、そのゴミガードなしとやらでまず突っ込んでみよう。カルコッツパトロール隊の一員である君の方、もう伝わってる。骨骨隊にカルコッツグランプリの邪魔させません。カルコッツグランプリを守りましょう。おい。あ、トレジャーレイクに有料の発掘場？あ、あそこの先か。有料なんだ。金取るんだ。ホーネンタウンの雪だるまって全然溶けないんだよ。不思議だよね。ずっと残ってて嬉しいな。どういう原理なんだろう。溶けない温度に保たれてるってこと？そこら辺の仕組みはようわからんです。温泉マウンテン。なんか音がかっこいいな。あ？地面から湯気が出てる。周りの雪が熱で溶けている。なんかあんのかなと思ったけど。化石掘りたいけどな。結構やっぱテンポ悪くない。お、なんだか。あ、マップ開けばよかった。どうやって開くんだっけ？こうか。上に上がるあれだったのか。ポユンちゃん、見っけ。でも、こういう時は先に行きたい。なんか落ちそうな気がするからさ。有料か、もしかして。ああ、なる予定です。マジか。みんなそうやって有料に仕上がって、まったく。降りれます。降りれないだと、なんてこった。温泉マウンテンなのに温泉が湧いていない。まあ一応完結線みたいな感じにはなってるけども、温泉が出来上がっていない。でもその温泉とは一言も言われてないから、まあいいのでしょう。雪だるま作ってんのか、こいつ。もしかして、スーハースーハー、こんにちは。リグポリュンというリグ、よろしくリグよ。練習中だな。雪だるま相手だと普通に喋れるリグのに、人が相手だとどうしてもドキドキしちゃうリグよ。顔が赤くなっちゃうリグよ。早くこのお面ともさよならしたいリグ。見てしまった。アウトラジオカルコツパトル隊に連絡だ。頼めていことから今すぐ上手なんだって。クソが、そういうことはもっと早く言ってくれ。なんで次の町に行ってから呼ぶんだ、まったく。あ、そういえば化石ギルド行くの忘れてました。ギルドじゃねえや、フリーダーステーションですね。まずここ行かなきゃ。お、いい焼き方した。あ、そこの君、あ、いましたね、ホセルチアーノさん。君はミサロですね。順調にグランプリを勝ち上がっているようですね。君はここまで勝ち抜かね、正直思っていませんでした。マジかよ。あ、これ失礼。リコ・マナビーノと申します。やっぱマナビーノさんか。南の島からやってきたマナビーノブラザーズの長男でしっかり者。チャームポイントはこのアゴヒゲです。私にバトルで勝ったら究極のバトルテクニックか。じゃあなんか違うのかな。では行きますよ。
うわ、水だ。水はきつい。水はきついな。どうする、トリケラ一人に頑張ってもらう。どうしよっかな。ここ変えてさ、これで行く仲間。敵にかけちゃうのか。味方に行くんだったらいいんだけどな。敵下げてもな。そんだったらヒパクーロさん下げ、ヒパクーロこれ仲間に 6%13% って両方入んのかな。でもトリケラか。味方 23% アップ。まさかの、いや、ニクトンは遠距離だからな。へえ、ディメで無理やり突っ込んでみる。いや、とりあえずまずやってみよっか、これでね。リコちゃん、ずいぶん可愛い名前しますね。氷の上で滑るってなんで、そんなのがあんの。ずるいわ。結局一目に来ちゃったじゃないか。まああれかな、後ろの母さんのまじない、仲間、あ、そうか、そういうことか。仲間の選んだ効果を消す。リテリータ、母さんビンタ、えい、効かない、走ってがー、イエイ。はい、タウン、ずれるんだ氷の上です。毎ターン滑るのか。じゃあここはそうなるんだね。ああ、何もしてこなかった。動き方はランダムなのかな。あ、やっぱ後ろに一人だとあれか、分割されちゃうのね。どうすかな。ウィングトルネードってさ、あ、そうか、ダメージ回復だったっけ。育ってないところはちょっときついか。ウィングハリケーンってなんだ。ダメージ分、そうか、それがダメージ分の HP を奪う。クリオン、あ、やべ、やっぱあれだね、適正距離じゃないと全然効かないね。後ろ行かなきゃダメだった。イラクドラクラッシュ220の毒32、うふや、アーケラキック、うふや。あ、母さんのまじない使ってさ、毒消せないかな。ずいぶん滑ったな。ヒパクーロさん、あー、いや、攻撃しときたいよね。母さんパンチ、えい、いいダメージだ。ぶっ刺し、いいダメージだ。で、トリケラの走ってガンも入れとくか、ついでにね。えい、オッケーオッケー、いい調整ですね。あっ、氷で滑るの厄介だね。お、いいね、何もしようかなかった。よしよしよし。で、もうトリケラで倒せるかな。ここで一気に攻撃を仕掛けていきたい。 OK。 それで母さんパンチ、えい、うん、いいダメージだ。つえー、タイプ1じゃないか。弱点と適正距離は強いですね。ウィングトルネード相性万歳、あ、つえや、やっちまったぜ。ワンターンストレイキー、まあ初めのターンじゃないんですけど、1ターンに3体倒したっていう意味でのワンターンストレイキーですね。ブラボー、失礼、さすがですね、君なら私のテクニックを全て伝えられそうです。チーム技3体のリバイバーが力を合わせて合体技があるってことは、3体のリバイバーを同時に集めるためにかなり難しいコツが必要です。そのコツとは、大量の
化石ポイントを使います。以上。ピコーンということですけれど、今教えたコツだけ、チーム技は使えません。相性のいいリバイバー3体揃った時だけ。今この場でその組み合わせを教えることはできません。自分の力で最高のチームを作った時、君は真の一流ホリダーになれるんです。アバラ島や通害島でも私たちの弟たち、私の弟たちにもテクニックを教わるといいでしょう。それではアディオス。なんか使えるようにしてくれただけで何も起きないって、なんだろう、タイプで揃えたりすればいいのかな。